えー、それでは失敗願望についてお話をします失敗願望という言葉聞いたことありますないかもしれませんね普通は成功願望って言いますで、成功願望って、ね、やっぱりみんな成功したい成功したいって思ってます、えー、甲子園に出たいとかですね優勝したいオリンピックの金メダルで取りたいって子供もたちはよく言いますよね で実際に北康介さんとかですね真央ちゃんとかいうのはところがですね実は私この30年以上ですね、まあ、いろんな人の相談を受けたりカウンセリングのようなことをしてきてつくづく感じるのはですね成功願望よりは失敗願望の方が世の中が強いなということです。 ちょっと意外かもしれませんけどもね実は成功したいってみんな思いますよそれはねでもねその成功したいで成功についていろんなことをイメージしている時間とでももしかしたら失敗するかもしれないな失敗したらどうしよう失敗したら我々失敗したら大きな損になるな赤字になるな失敗したら困るな失敗しないようにするにはどうしたらいいだろうかというふうに考えている時間とどっちが多いかなんですね実はね 私これ本当にいろんな方の話を聞いて経験上ですね、あの結論として持っているのはその人が実際に成功について考えている時間とその成功を考えているけども失敗したらどうしようというふうにそっちの方の,そのダークな部分を考えているかその時間に比例するっていうことが分かりました。 おそらくですね、真央ちゃんでも北島康介さんでもですねそのいわゆる金メダルを取った人はですねもちろん失敗したこともあるでもそれを乗り越えてやってきたわけですね諦めてないで普通の人はまあ誰が普通かもしれませんけどもあなたはどっちなんでしょうねその成功は 必ず成功したら困難だなっていうのは一瞬は考えるでもと考えてですね例えば成功について1秒考えたとするとでも以前も失敗したいあの時も失敗したし,し失敗したら、えー、お金から帰ってこないし失敗したら周りから笑われるし失敗したら家族からも責められるし失敗したらどうしようかなというふうに実は失敗のことを考えてる時間の方が10倍100倍多いんではないでしょうか。 でその10倍100倍考えているこのエネルギーがですねやっぱりそれをこう呼びますね、えー、自分を引っ張ってしまうですからまさにこれはその自分のイメージしたことが実現するということで、えー、成功を本当にその一生懸命考えた人は成功するし、えー、失敗のことをいろいろくよ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 考えたら失敗に引っ張られます。 でですすからどうぞですねあなたも成功したければ本当に成功のことだけを考えたらいいで失敗のことを誰かに言われてもそんなことを大丈夫失敗したらその失敗した時のことで失敗してもそれでもそのやり続けたら成功するっていうふうにです、ねえー、常に成功のことを、えー、ポジティブに考えていったらいい実は私もこれまで失敗したことがないんですなぜだと思いますか